協調運転とは、ある機械が人間あるいは他の機械その他の工作物と相互に協調しながら運転を行うこと。自動運転技術には、自動車内部に備わったカメラやセンサーなどで制御を行う自律型システムと、通信により外部から情報を受け取る協調型システムがあり、これらの技術の連携により実現されると考えられている。 自動車の協調運転は、欧州スマート64プロジェクトの報告書等では、自動運転のレベルの一つとされ、欧州スマート64プロジェクトの定義では、協調運転とは、車両の挙動を最適化するための路車、車車等の通信により支援を行う運転と定義されている。協調運転はドライバーへの警告や運転への介入を通して安全性や、 効率性などを向上させる技術である。これに対して自律運転とは自動運転のうち運転者が存在する必要がなく運転者が車両の制御を行う必要がない運転を言う。鉄道の動力協調運転とは車両編成が制御方法の異なる車両を連結した編成になっている場合に乗務員の総括運転によって両者の動力源を駆動させながら走行することを言う。 協調運転は、講義には、総括制御のできない動力者にそれぞれ運転士が乗り込み、機敵で合図をする等の方法により、個々に速度制御を行うことまでを含むが、本校では、上記の動力協調運転について記述する。489軽電車と協調運転を行う、EF63 型電気機関車1997年9月30日。 限りで廃止された新越本線横川駅、軽井沢駅間の薄い峠越えでは、電車と電気機関車の協調運転が行われていた。この区間は、66.7パーミルの急勾配が存在することから、この区間では、電車は、無動力のまま、専用の電気機関車である EF63 型の重連により牽引または推進していた。しかし保安上の理由により、 EF63 型電気機関車での牽引・推進量数が8両に制限されていたため、1968年より輸送力増強のために同形式機関車と協調運転可能な電車が製造された。これは機関車からの指令で電車側の動力制御を行い、機関車の負担を減らすもので、これによって最大編成量数は12両となった。なお、客車列車。 貨物列車がこの区間を走行する場合は、下り線は運転士官の無線通信により、個別制御の機関車を強調させる方法で、上り線のみ EF62 型と EF63 型10連での全部 EF63 型からの従連走活制御により強調運転を行っていた。研究と試行錯誤もともとは、日本国有鉄道が起動車による多層立て列車を、 多数運行していた昭和40年代より研究されていた分野である。当時機動車による多層立て列車を運行していた背景としてローカル線と幹線との直通列車の要望が高かったことがある。しかし同時に幹線において電化工事が行われたことにより電車と比較して速度が遅い起動車列車を運行することでダイヤ作成時に起動車列車のことを考慮に入れると 前後の電車列車との間に余裕を見なくてはならないことや何らかの運行に支障を来す障害が起きた際に回復させる能力が速度の違う列車が運行されることでその列車に合わせなくてはならないことから電車牽員による軌動車列車の運行の可否及びその効果について研究されていた当時は急行列車がいわゆる優等列車として標準的であったことや運用上 多かったことから急行軽車両とされた、キハ58系機動車と165系電車とで試験が行われた。しかし、良好な結果が得られなかったことから採用は見送られた。上山系鉄道での先行例一方、国鉄が研究開発に着手する前に、電車と機動車の並結運転を行っていたのが、上山系鉄道である。札幌市近郊の鉄道路線であった。 定山系鉄道は、創業以来札幌駅への乗り入れを悲願としていたが、北海道鉄道への乗り入れによる一駅手前の苗子駅までに止まっていた。1957年に当時秘伝家であった、札幌駅乗り入れのために導入したのがキハ7000系である。電車並結回路を持ち、自社線内では、電車の付随者として牽引され、国鉄線内では単独、または、 国鉄機動車との並結運転によって運転された。電車との並結時もエンジンはアイドリングさせたままで電源、圧縮空気、暖房用熱源を自社で賄っていた。1958年には改良型として、キハ7500型が増備された。常在系鉄道は1970年に路線廃止となったが電車や電気機関車の一部が 本州の私鉄に譲渡されたのに対し、これらの機動車は、車齢が浅いにもかかわらず、乗山系鉄道の基本仕様である、右側運転台や、電車並列回路といった、特殊装備が嫌われてか、他社へ譲渡されることなく解体された。ユ・ウトピアの登場485系電車と並列する、ユ・ウトピア電車と機動車の総括制御が再び脚光を浴びたのは、 1986年12月27日に運行を開始した大阪駅から東海道本線、湖西線、北陸本線を経由して当時秘伝化であった七尾線へ直通する特急列車ユ・ウトピア、ワクラの運転の際である。当時の国鉄金沢鉄道管理局が七尾線の活性化、増収施策に取り組む中で大阪、 ワクラ温泉間の直通列車を運転することになった。検討期間や製作期間が短く、大きなシステムの変更や線路など、設備回収が必要でなく、L 特急、来庁並みの所要時間になることから、485、軽電車の後ろにキハ65系機動車改造の、ジョイフルトレイン、ユ・ウトピアを連結する形を採用した。このケースでは、機動車が、 電車の後部に無動力で牽引され、ブレーキのみを強調制御し、サービス用電源は自社で供給、走行用機関は原則停止状態で、大阪・金沢間を運行し、金沢・和倉温泉間は自力走行で運転されていた。この列車は七尾線の電化開業に伴い、1991年8月31日で運転を終了している。 JR 西日本での運用西日本旅客鉄道では、ユ・ウトピア以降、いくつか電車と機動車を並結した列車が運行された。1988年には、ユ・ウトピアとほぼ同様のゴールデンエクスプレスアストルが登場した。もっぱら団体列車用であったが、ユ・ウトピアと同様のブレーキ強調運転が可能で、ユ・ウトピアの検査時には、ダイソーとしてユ・ ウトピア枕で運行されたり、大阪と山間を来庁に連結されて、高山本線、富山、鉱山間を自力走行した臨時特急、ユートピア鉱山でも運転された。485系を用いた L 特急、北近畿でも、機動車である、キハ65系改造のエーデル単語や、北近畿単語鉄道所有の KTR8000 系。 機動車を使用した単語ディスカバリーを連結して、福知山線内で8両編成で運行をした。実績もあるが、これも、ゆ、ウトピア枕、来庁と同じ方式であった。なお、1999年の単語ディスカバリーでの並結運転終了後は、JR 西日本では、定期列車による電車と機動車の協調運転は、行われていない。 完全な協調運転実際に協調運転で、電車、機動車の両方を、動力車として運行された事例としては、1989年4月29日から1992年3月24日に、運行された九州旅客鉄道のキハ183、軽機動車1000番台、オランダ村特急と485系電車、ありあけの協調運転が挙げられる。 1987年7月から JR 九州と鉄道総合技術研究所でキハ3015特務に83型を用いて電車、機動車の動力協調運転システムの研究開発が始まり、1988年3月に試作品が完成。翌月には JR 九州の関係者を招いてのセレモニーが催され、JR 総研で電車、 動動車の動力強調運転に成功した。JR 九州では、列車本数が多い鹿児島本線、博多鳥栖間では、臨時列車の運転が困難な時間帯がある一方、九州内の観光地は、最寄り駅が非電化区間に立地するものも少なくないとして、これらの観光地まで博多から直接乗り入れが可能なように開発されたものである。これにあたって制作されたのが、電化区間は、 当時主力だった485系と並結して協調運転して非電化区間は自走するイベント起動車オランダ村特急である。当初はオランダ村特急編成側からのみ協調制御が可能な暫定システムでオランダ村特急編成が前くらいに蘇生されていたが後に485系側からも協調制御が可能なシステムになり有明が前くらいに蘇生された。 北海道旅客鉄道では1997年3月22日より731系電車と、キハ201系機動車との協調運転を開始した。総括制御は、電車側、機動車側双方で可能となっている。2018年現在では日本で唯一、電車と機動車の協調運転が行われている。詳細は、SL 銀河用客車である、 キハ141 k 700番台を参照のこと、ありがとうございます。